お疲れ様でございます。それでは材料の見通しについて解説しようと思います。今回は29週目になります。29週目は7月の15日から19日までなんですけども、15日は日本が祝日ということでね、日本休場となっております。それから今回材料の解説にわたってですね、介入の直後ということもありまして、これは介入の反発狙いの倍で基本的な戦略を取るということは、 前提として申し上げておきます。それでは日ごとに解説していきますね。まずは7月の15日月曜日なんですけども、日本は休場ですんで、まあこの日はね、シンプルにお休みすればいいんじゃないかなと思います。もしポジションを持つようでしたら、まあ本当にね、倍だけでいいんじゃないかなと思いますね。えー、介入がね、2発連続であった恐れがあります。で、2発目っていうのは多分迂回なんじゃないかなと思いますけども、まあ少額の直接介入かもしれません。このあたりは、あの、投機化をね、 ね大臣する目的で、こういうふうに警戒を植え付けるための、牽制の意味もあって、介入をね、連発するわけですけども、そうなると今回ね、半年で4回の介入ということになりますので、今までにはないようなね、まあそんな対処になってますね。さすが神田財務官、嫌がらせにもするほどがあるということでございます。えそして、火曜日になりましたら、25時30分、パウエルさんのエフラ B 発言がありますんで、ここは介入に際して何かコメントがあるかもしれないですね。 はい。で、16日火曜日なんですけども、こちらの方は、日本からの材料ってのは、午前中ほとんど出ていませんので、朝からできればね、ポジションを持っていきたいですね。当然、倍でポジションを持つ可能性が非常に強くなります。詳細は当日またお話し,します。で、16日の夜なんですけども、こちらの方にアメリカの材料が注ぎ込まれて、こちらがね、さらにドル高を誘発する材料になるんではないかなと思いますけども、これも火曜日にまた改めて解説させていただきます。えー、ということでね、 えと月曜日は祝日なんですけども、月、火で一つのマーケットというふうに考えた方がよろしいかと思いますね。はい、そして水曜日です。えー、最も一週間のうちに、えー、ポジションが取りやすい水曜日ですけども、シンプルに日米の材料が午前中出てませんので、朝から仕掛けていきましょう。ここで利益をしっかり取るということになると思います。17日。えー、そして17日の深夜も大した材料出てませんので、注目すべき点はないと。 で、水曜日のマーケットは木曜日にそのまま引き継がれますので、水木とまた利益を取りやすい、そんな2日間になるんじゃないかなと思います。で、えー、ECB からの発表はありますけども、アメリカの材料は特にありませんので、そのまま金曜日にもつれ込むわけですけども、金曜日は朝から CPI があります。こちらの動きに気をつけて、午前中、 この CPI の波が収まるようでしたら、金曜日も積極的にトレードしていきましょう。えー、ということでね、月、火が一つのマーケット、そして水木が一つのマーケット、金曜日も一つの独立たマーケットになって、難易度は高くなるんですけども、しかし、この一週間、29週目ってのは、割と利益を取りやすい一週間になりますよ。うん。まあ、ですので、一週間を通じてね、週間トレードされる方にも、追い風と言えるんではなかろうかと思います。はい。じゃあ、そんな、 見通しですね。